2022年9月21日水曜日午後5時の日刊生放送です。さて、もうすぐ5時の鐘が鳴ります。なりました。午後5時。画面がもうちょっとちっちゃくならないのかな。あれ、なんか大きいですね。動きがね。ん？あ、なった。まだ大きい感じです。まあ、これでいいのかな。洗濯物が映り込んだりしてますね。まずいですね。そういうわけで、水曜日までこぎつきました。さてですね、第1部は今日も面白いネタでして、電卓ですね。で、電卓のキーを押した時にピッとかポッとかパッとかですね、音がするやつがあるんですが、あれで演奏をしてしまおうという人がいまして、そういう動画を見つけましたので、まずですね、この曲は何でしょうか。これはね、コロナの間に、まあ、とても有名になった曲なんですね。で、コロナになって日常が失われて、で、まあ、ニューノーマルっていうようなことが言われて、この生放送もニューノーマルを作ろうと、新しい日常を作ろうというようなことの一環で始まってきたわけですけども、まあ、それと木をいつにするって言いますか、ある音楽家の人が、この曲ね、誰でも自由にコラボしてくださいってプロの人がですね、それで有名になった曲ですよ。こういう光景。電卓五台使い。もうご存知、うちで踊ろうですね。ということでね、だから他の曲もあるかなと探したらですね、ありましたんで、これは何でしょうか。ちょっと出てますね、下にね。すごいね。これ電卓でやってるんですよ。どんだけ練習したんだろうなっていう感じですよね。まず思いつくっていうのがすごいし、思いついてもやっぱり技術がね、これ本職は経理かなんかなんですかね。でも、もう最近もこういう電卓作業っていうのはね、ないんじゃないかなっていう感じですよね。でもよくこのなんていうか音程っていうか、ぴったりの音のね、見つけてきましたよね。一体ごとにこうキーを上げたり下げたりできるんだろうか。もう正確無比っていう感じですよね。まだ続いてんだ。ルパン三世のテーマ。すごいな。指技をですね、指技を。ルパンね、感じですね。
すごいこの指使いね。じゃあルパン三世はこれぐらいしまして、さて次の曲は何でしょうかっていうことでね、曲名が見えないように出しまして、これはですね驚異の七台使いでございますよ。電卓七台使い。そして、何の曲か当ててくださいませ。なんか踏み切りの音みたいだね。踏み切りというとこれが走ってくると踏み切りが降りる。いや宇宙空間には踏み切りがないか。ちゃんちゃん新しい旅がもうすぐ始まる。あ、曲を覚えてないわ。電卓演奏できるなんてプロなのかな。あ、これは電卓演奏のプロっていうことですね。なんかねピアノもやるし同じキーを叩くので電卓もやるとは、そういうすごい器用な方ですね。これで銀河鉄道39の電卓による演奏は以上なんですね。これ案外5分ちょっとで終わっちゃったよ。第2部の方に行きます。もう今日30分になるまでに終わっちゃうかもしれない。だから見に来る人は早く見に来ないと終わっちゃいますよ。いやー3曲やって長くなるかなと。もう聞くだけだもんね、自分が喋るところがないから長くなりようもなかったです。さてね、第2部クリスチャン新聞タイムスリップでございまして、でこのところをですね、クリスチャン新聞に昔載ったネタっていうのをたくさん紹介してきてる。その中でこれね、実は昔生放送でやったんですが、だから2回目この生放送で扱う。だけど今日はちょっと違う角度から扱ってみようっていうことなんですね。さて、このネタでございます。これは Facebook に載したのをそのまま見ていただくわけ。こういう形。ね。南極に歌え。神へのなんたらかんたら。ね。クリスチャン無線通信士。昭和基地のなんたらかんたら。これがね、南極ですよ。南極。そして、でこの何もうガーッとすごい氷の上を走れるこのブルトーザーみたいなね、こういうのなんて言うんだったかな、こういうのをね、ちょっと言葉をど忘れしてしまいました。これがこれを引っ張ってんのかな、キャンピングカーみたいに南極のキャンピングカー。そしてこの方がクリスチャン無線通信士っていうことでね、南極で、CQCQ ってねやってる。でこれをポンと押しますと、南極基地に無線通信士として千葉の福島さん、これねクリートキー旅人、クリートキー旅人って呼べばいいのかな。クリスチャンでまあ時間を旅する人ね、クリートキー旅人ということで、これは私がクリートキー旅人ということでご案内させていただく第11南極越冬隊のメンバーとして11月25日っていうようなね、これをポンと押しますとこれが出てくるということですね。まあノートっていうのに行くわけです。で私の記事が入ってまして、クリートキー旅人が書いたと。そしてこの下に本体ですね。クリスチャン新聞に載った時の本体のスクラップ。1969年10月26日号。ね。これがここに貼られていると。だからこれも、こうやるとね、
記事が大きくなりますので、で、もう一回ポンとやると、もう完全に読めますよね。で、こうやってスーッと動かして読むことができるから、単純、単純すぎる白い長い、旅、第11時ってこう読むことができるわけですよ。ね。で、ここに私なりの解説を加えてっていうことでね。もう一回この写真を見ていただいて、これを脳裏にですね、焼き付けていただきまして、で、ひっくり返しをしてですね。私の文章はどうなってるかと言いますと、第11次南極越冬隊ということでね、71年3月までね、69年の11月25日から71年の3月までね、千葉県船橋市の福島さんね、もちろん初めての南極だったらそうだよね、2回も3極、3回も南極行ってきたっていう人はなかなかないでしょうし、無線通信士かっこ電電公社の社員、電電公社っていうことが昔あったんですね、今の NTT っていうやつですね。昔は、でんでん、でんでんむしむし、カタツムリじゃなくて、でんでん公社。すごいね。いかめしい名前だよね。でんでん公社ってね、技術力すごかったんですよ。世界的に見てもね。うん。南極で家族との通信手段は電報のみ。だって、電話とか、ファックスもないのか。ね。電報。隊員たちの家族との通信のためにも福島さんの役割は大きい。で、そのもちろん隊員たちのためだけじゃなくて、いろんな業務がね、無線通信士としてあると。子供の頃から無線の機械を触るのが好きで、中野電波高校、中野電波高校ってなんだね。卒業した後、昭和基地との国内唯一の窓口、銚子無線局。銚子無線局。銚子って千葉県かな？に勤務、南極経験のある先輩から刺激を受けた。っていうことですね。南極経験のある先輩から、NHK 国際放送から基地にいる隊員に向けての、まあ、声のメッセージを届ける家族の生の声も取材してきた。ですから、短波ですよ、短波。ね。短波っていうのは、遠くまで届くと。だからすごい声が国内の普通のラジオ局と違ってこうすごくこういう感じでね、音が小さくなってザーっていう雑音が入ったり、その間を私のお兄さんは南極基地におりまして、お兄さんは元気にしてらっしゃるでしょうかっていうようなね妹さんのコメントとかそういうのを撮って、NHK 国際放送から放送したね。で、それで、カセットデンスかなんか持って取材に行くのに、この福島さんが行ったということなんでしょうか。よくわかりませんけど、日本のアマチュア無線士ともぜひ南極から通信したいと語る。ね、コールサイン。と、周波数は、点々点、記事に書いてないです、わけですね。さっきね。うん。で、クリスチャーになったのは、北海道から上京し、英会話クラスをきっかけに。だから、東京の、何？中野電波学校に出てきた時に、英会話、誘われてね。そこからきっかけに、そうですね。で、十字架にかけられ、罵られるイエス様の姿、それがね、学びが深くなりにつれて、まぶたに焼き付いた。ね、うん、そういう人々の人類の罪のため、私の罪のために、身代わりになってくださったイエス様っていうことを深く信じたっていうことですね。私のためにイエス様はこんなに苦しんでくださったと心の目は次第に開かれた。その次ね、信仰体験ですね。熱い鉄がドロドロに溶けて、その塊がお腹に入って汚れたものを焼き尽くしてしまうっていうようなね、神の清い愛が罪を飲み尽くしてしまった、そういう信仰体験をしたことがある。これ詳しくは記事の中読んでください。困難でもやりがいのある仕事っ
ということはね、まあ、モットーみたいにしてきたけど、今回南極越冬隊員になったということでね。それでですね、これが日刊生放送今やってるのは680何回かですけども、561回ね、561回かなり前ですね、120回ほど前の第2部クリスチャン新聞タイムスリップ、これは第1回だったんだ。クリスチャン新聞タイムスリップの第1回のネタがこれだ。南極に無線通信士のクリスチャンの人が行ったって、このネタだったんだよね。でこれはリンクを貼ってますので、好奇心が超豊かな人はリンクをパッと貼れば。で当時のね、生放送ね、ひどかったっていうか、まず後ろがものすごいね散らかってたわけですね、今にも増して。それから着てるものもね、季節によってはなんかシャツ1枚だったりとか、もうとんでもない格好でやってたんですけども、まあ喋りの内容もまあ今の方がマシかな内容的にはちゃんと喋ってると思います。さてね、その時と違う内容っていうことで、そうですよ。これを見てます時に、コールサインがわからないって書いてたんですけど、アマチュア無線をしてらっしゃる方がね、きっと書いてきてくれるだろうと。南極昭和基地のコールサインはこれこれですよって言ってきてくれるだろうと思ったら、案の定、書いてきてくれました。昭和基地のコールサインは、8J1RL。8J1RL。8J1RL。ね。ですから、これが古くから運用されている。で、それの、サイトが出てきました。サイトがね。こうですよ。ひっくり返しをしまして、こう、ね、この青い空。これは南極の空なわけですね。南極8。J1RL のページですから、この福島さんが言った時代はインターネットなんてもちろんありませんということですよね。今の時代は南極 8J1RL っていうサイトがあって、インターネット経由でも南極から発信オーロラがこう背景にね。で、これはアマチュア無線のアンテナですね。なんかなんともね、そそられる画像だよね。これもね、星空があって、オーロラがあって、アマチュア無線のアンテナ。ね。HJ1RL。うん、南極には日本を含め30カ国以上を。ハロー CQ とかってね、まさに CQ の世界ですよ。30カ国以上が観測基地を持っている南極ね。うん、日本は1956年11月に宗谷ね、氷を割りながら、ね、走る船ですよね、南極観測船っていうんだっけ、宗谷岬の宗谷ね、が初めて南極を目指し、翌57年1月にオングル島に上陸した。これが第一次観測隊。そして昭和基地の誕生。昭和基地。その後、1965年に、8J1RL の免許を昭和基地として取得したということだって、第7次観測隊の協力を経て、翌1966年に念願の南極から 8J1RL の電波を発射した。だからさっきの福島さんの記事が69年ですから、もうできてすぐぐらいの頃なんですね、福島さん無線通信士といって。だからアマチュア無線をやってる人たちと南極から通信したいって、これはもうホットな話題だったわけですよね。一般の世間でも南極基地からアマチュア無線っていうことがね、新聞とかテレビのネタになったんでしょうよ。ね。
ほんで南極ってのは結局アフリカよりももっと遠い南にあるわけだから、非常にこう割合難易度が高いエリアですけど、まあ頑張って皆さん通信してくださいねっていうようなね、うん、ちょっと待って、ペンギンとアマチュア無線のアンテナが並んでるっていう、なんともね言えない写真が出てきました。それを見ていただきましょうかね。こういう形でございますよ、ペンギンさん。ここは氷ないんだね、南極でもこういうところがあるんだ。それでね、次にですね、この8でなんだっけ、8J1RL ね、8J1RL の QSL カード。QSL カードとは何かというと、このアマチュア無線局が南極の 8J1RL と通信いたしました。それを郵便とかで、知らせてあげるわけですよね。で、そうすると、どういうこの 8J1RL にメリットがあるかというと、その電波の強さとかですね。それからその、消えたり出たり消えたり出たりって、そういう電波状態の変化であるとかですね。ちゃんと聞き取れたかとか、そういうことをチェックできるわけですよ。そういう技術的な、そしてその、そういうものを送ってくれたことに対するお礼として、この QSL カード。で、これがね、一番早いのがこの1957年。この年にね、南極の、8J1RL と通信した人ってのはすごいもうディープなね、アマチュア無線化でしょうし、これは1966年。ですから、今日登場しましたこの福島さんですね。福島さんなんかと話した人がもらった QSL カードはこれだ。ね、南極の氷をあしらってるんでしょうか。で、1974年はこのペンギンちゃんとかですね、こういうふうにずっとこの QSL カードの変遷ですね、これは68年か、これか、福島さんが出したのはね、うん、ちょっと待って、福島さんは1969年のクリスチャン新聞に出て、で、11月、69年の。だから、これと次が75年だから、福島さんの運営の時は、これだったんですね。なんか緑っぽいカードですが、8J1RL ということでね。で、あと、こう、最初の方はやっぱり、こう、南極の風景というものを、たくさん取り入れて、これなんてね、オーロラをあしらったり、ね。これが文字だけ。文字だけって感じだね。で、1988年とか91年とかね。だから、未だにこれが続いてて、2010年。ね、これなんか2010年。2009年とかですね。2003年とか。2020年。さっきの、通信がありませんでしたってどういうことだろう。運営がありませんでしたっていうカード、どういうこと、よくわかりません。2000年とかね。で、こっち、さっき見たこれは、まさに今ですね。2022年6月ね、やっとアンテナ工事を行うことができました。ですからこの人が福島さんの大後輩っていうことですね。第何時って書いてるの、第、これをちょっと右にやらないと、第何時、第63時南極地域観測隊ね、同じ名前ですよ。
南極地域観測隊、またの名を南極越冬隊、この人、このヒゲのおじさん63時、ね、カラー写真で、インターネットで、南極、そういう時代なのに無線でやってるというね、やっぱりこういうのは趣味なんですよね。うん、でもインターネットを使えなくなる事態っていうのはね、あり得ることですしね。アンテナ工事をやって行って21メーターバンド SSB、っていうのでやって、当日のっていうのは前から予定してたんですかね。なんとかケーブルを引き回して予定時間となり、耳をそば立てるとかすかに JA1RL のコールが聞こえてきた。これは、聞こえてきたっていうことは、ちょっと待って、なんかよくわかんないね。業務のため参加することができなかった一味を除き、それぞれ順番にオペレーターの名前を交換しながら、この出力で日本まで届くんだよなぁ、などと感想を言い合ってました。やっぱり南極から電波を出してるっていうね。もう少しコンディションが良ければこちらの様子などラグチューできたので、ラグチューってなんなら、3名はこれがアマチュア無線の初更新だった。ね。フェージングや何とかの中で名前を交換してると、和文通話表の威力を改め、和文通話表って何なんだろう。なんかね、すごいマニアックなね。第63次南極地域観測隊、ね、藤本隊員、隊員ですよ。そしてこれは63時ならぬ、この福島さんの時は、何時 ?11 時50回ぐらい前っていうことですね。この1969年の時点から回を重ねて50回ぐらいバラバラと行って、この61時に至っていると。全く同じ名前ですね。南極地域観測隊。またの名を南極越冬隊。ということでね。これの今ということを一緒にお伝えしたということでございますね。さて、念願の、なんか、ちょっと待ってよ。ちょっとね、コメントが入ってましたね。南極局に関してのコメントが入っておりまして、JA1RL は日本アマチュア無線連盟の関東地方本部のクラブ局であると。なるほど。さっきのサイトもね、日本アマチュア無線連盟が作ってるサイトだったみたい。一番上に一般社団法人日本アマチュア無線連盟って書いてますが、The Japan Amateur Radio League って、リーグなんだ。の関東地区本部のクラブ局ってなるね、クラブ局ね。クラブじゃなくって、クラブ局。そう、奥深いですね。Y さんはハロー CQ とかって言ってますしね。そういうことですよ。班にね、終わることができる。で、お聞きになってるあなたに天地をお作りになった誠の神様からの、南極をもお作りになった神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますよう、お祈り申し上げつつ、今日の生放送をつつがなく終了させていただきます。キャタピラーだ。そう、氷の上をガーッと走ってるね、車があれキャタピラー。そう、キャタピラー、キャタピラーで走っていくね。もっぺんキャタピラー見ていただいて、H さん銀河鉄道39キャタピラーで走る車を見ていただいて。終わり。これですね。キャタピラーで走る雪上車。そして福島さん。南極キャンピングカーなんでしょうか。ということで、それでは失礼いたします。